誰でも簡単。ダイソーや100円ショップに売っている、このスポンジを使って、皆さん超簡単に産卵床を作ります。メダカの産卵床簡単作成。完成品がこちらになります。これです。はい。はい、簡単です。これです。で、作成方法。こちら、5個入りの100円5個入りを使います。これでね、5個作れます。100円で5個作れますんで。すごいでしょ？先ほどね、こちらの緑色の部分が、結構硬いやつを、使ってください。これをですね、まずどこにでもある、どこの家庭にでもある、このカッターナイフ。で、ここを、スパッと、切ります。この緑色の部分だけ、まあ、剥離させます。スパスパスパ。スパ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 。スパ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 で、こんな感じになりますね。はい。まあ、ここちょっと残っててもまあいいでしょう。そして、これを、ハサミ、どこにでも、どこのご家庭にでもある、ハサミを使いまして、適当な長さ。だいたいここの、ここを残して、この上の部分2、3センチ残して、こうやって切ります。切ります。これなんで作ろうかって言うとね、あれなんですよ。メダカちゃんがね、放卵したんで、で、放卵したんですけど、なぜか、ケツにつけたまんまね、泳いでるんですよ。それをよく見かけるんですよね。で、まあ、おそらく、ググったところによると、そういうやつは、いい場所が見つからなかったっていうことらしいですね。だから、ケツにつけて、泳いでるらしいという情報がね、ありましたんで。まあ、一応一般的なね、産卵床と、まあ、皆さんも結構、ヨウツベの、皆さんも作ってる、人が非常に多いんで、まあ、その、パクリでね、実に簡単に、100円でできちゃう。こんな感じですね。はい、蛇腹になりました。蛇腹なのか、これ。蛇腹ではないですね。はい、こうなりましたら、どこのご家庭にでもある、じゃーん、輪ゴム。これを、くるくるっと、ね、巻きます。で、この先端の部分を、輪ゴムで、ぴゃっ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 と、まあ、ね、ある程度、こう、します。で、このままだと、こう、水にやったときに、ペタってなったり、転んだり、ペタってなったり、そのままこう沈む可能性もありますんで。ね。さて、ここ、残っている、こちらを、使います。まず、中央のあたりに適当に穴を開けます。いって。あ、指が切れた。マジで切れた。いった。やると思ったよ。で、こうやってね、指で、いって、あ、痛い。切れた。血が、あ、ちょっと見えないですね。あんまり血出てないですね。で、これをほじくって、ちょっと穴をね、ある程度開けたら、これを突っ込みます。いてててててて、マジ血出てきた。最低。うわ、ぐっぱり開いたわ。くそー！やらかした。で、
ね、これをね、差し込んで、はい、うわ、血だらけになってる。ひどいわ。で、こうなりましたら、の、横、余分なこの部分、正方形ぐらいに、これをね、切ります。いって、皆さんも気をつけましょう。カッターをね、あの、血がね、こんな感じに、ね、ほら、血が、あ、あえて出て、いって、皆さんもカッターを使うときは、くれぐれも、気をつけて。これで出来上がりです。こうしたときに、このスポンジがあるので浮くんです。で、浮いてぷかぷかってなるでしょ。で、安定するんで、あの、こんな感じ。ね。皆さんも作ってみましょう。はい、今回の代償はこちらです。いって。ということでご視聴ありがとうございました。